日に一度、多い時には二度三度と宅配便が我が家に届く。ネット通販で購入した古書のほか、出版社から送られてくる原本や契約書などが多い。当然ながら送り主の欄には私の名前が記載されている。ある時、配達人の男性に、もしかしてお化けの話を書いてますかと聞かれた。書店で同名を目にした覚えがあり、もしやと思ったらしい。隠すことでもないから正直に本人ですと打ち明け、社交辞令のつもりで何か怖い体験はありませんかと水を向けた。いい返事は期待していなかったのだけれど、男性があっさり昔の話でよければとうなずくもので、こちらが驚く羽目になった。配達中はさすがにまずかろうと思い、昼休みに改めて会う約束を取り付けた。20代後半の彼を仮に H 君としておこう。学生時代は関西圏に暮らし、運送業、いわゆる引っ越し屋のアルバイトで生活費と学費を全額賄っていた強者である。現在の仕事といい、どうやら運搬に縁がある人生みたいですと当人は笑う。一括りに引っ越しといっても多種多様ですね。大半は転勤や入学など一般的な理由ですが、あまり喜ばしくない理由で転居する人もいます。離婚、破産、家族の逝去、お腹にはストーカーから逃れるために引っ越すという極めて切迫した状況の人間もいる。だがどれほど深刻だとしても、そういう人は問題ない。H 君はそう断言した。理由が明確ですからね。むしろやばいのは理由がない、つまりどうして自分が引っ越すのか理解できないまま転居を繰り返しちゃうタイプの依頼者なんです。もっとも彼自身は依頼者がそういう人かどうかはほとんどわからないらしい。何でも当時、同僚に勘の働く人間がいたのだそうだ。 J さんという運送一筋10年のベテラン社員なんです。ひょろりとした体格とは裏腹に、衣装ダンスを一人で団地の3階まで運ぶほどの力持ちでして、朗らかだけど控えめな、周囲を明るくさせる達人でしたね。最寄り駅が近かったのもあって、僕にはとりわけ優しくしてくれた記憶があります。そんな明るい J さんですら顔を曇らせる現場がごく稀にあった。いずれも一見した限りでは、仲の良さげな家族や広いマンションへ心晴れやかに移り住むサラリーマンとしか思えない。だがそういう人に会うと J さんは、今日はきついで、必ず作業前に愚痴をこぼす。事実、彼がぼやいた現場では十中八九トラブルが起きた。段ボールの底が突然抜けたり、厳重に梱包したはずの陶器がバラバラに砕けたり、作業員がバランスを崩して冷蔵庫をつま先に落とし、複雑骨折した社員もいた。一番多かったのは空ですね。効率よく運ぶため、我々は荷物を隙間なくトラックの荷台に収納するんです。なので普通はパズルゲームみたいにぴったり荷物が収まるんですが、そういう現場はどれだけ工夫しても空間ができちゃうんです。まるで人がそこへ立っているみたいに。
いや本当に不気味ですよ、あれは。空きを発見すると、J さんはますます渋い顔をした。人っちゅんは本能的にここはあかんと察する力があるや。だから理解できんながらも逃げようとすんねん。やけれども相手かて、そない簡単にはさよならしてくれん。あの手この手で邪魔すんねん。ひどい時には引っ越し先についてくる。空きが出たらしまえや、逃げきれん。深刻な口調にうなずきつつも、H 君はその言葉をどの業界にもありがちな験担ぎの一種だろうと思っていた。夏の暮れ、彼は J さんと一緒に公営住宅の一室へ向かっていた。住宅といっても要は団地である。階段が狭いのは難儀だが、荷物量は一軒家よりもはるかに少ない。運び出し自体は1時間半もあれば終わるはずだった。楽勝だな。余裕を見せる H 君へ J さんが仏頂面で言った。今日は最悪や、多分おるで。思わず、いやいやさすがにそれは考えすぎでしょと笑う。だってまだ室内さえ見てないんですよ。やばいかどうかわかりっこ。見てんねん。は？今日行く部屋の引っ越しに立ち会うの3度目やねん。たまたまですよ。だってほら団地だし、人の出入りも多いだろうし。H 君が提示する仮説にも J さんは全く反応しない。ご宅はええわ。引っ越し先で荷下ろしたらすぐ退散するで。そんな不吉極まる言葉に反し、運搬は滞りなく進んだ。荷物も破損せず、怪我人が出る様子もない。何よりもトラックのコンテナに空きがなかったことに H 君は安堵していたという。なんだかんだでやっぱり気にしていたんでしょうね。確かにどことなく陰鬱な雰囲気の部屋ではありましたから。荷を積み終えて40分後、トラックは転居先である小綺麗なアパートに到着した。ほんならちゃっちゃと荷物あげようか。 J さんの合図でコンテナの扉を左右に開ける。あ、うわ、天地が入れ替わった冷蔵庫、足を上に向けている食器棚、段ボールに描かれた可愛いキャラクターはどれも逆立ちをしている。つまり荷物がすべて逆になっていたんです。いやいや絶対に無理ですって。1個や2個ならともかく、コンテナ内で全部ひっくり返すなんて不可能なんですよ。依頼者に積み込む際に不手際がありましてと詫びた後、2人はほとんど口を開かず黙々と作業を終えた。帰りの車中でも会話はなかった。まあまあビビりましたけど、それでも空きはなかったんですからね。ね、重い空気に耐えかね、努めて明るい調子でおどけてみせる。 J さんはやはり何の反応も示さなかった。翌月、J さんが数日にわたって欠勤した。所長によれば本人がなんか風邪っぽいんですわと電話をよこしたらしい。最初こそ珍しいこともあるわ、鬼のなんとかっちゅうやつやと
と笑っていた所長も、欠勤が1週間を過ぎる頃にはさすがに困惑していた。幸いにも繁忙期ではないが、カレンダーは予約でそこそこ埋まっていた。このままではシフトにも影響が出る。お前ちょっとあいつの様子を見てきてくれんか。家近いんやろ。所長は H 君に家庭訪問を依頼した。気乗りはしなかったが、近所同士という合理的な理由には抗えない。本人が連絡してきたのであれば、最悪の事態を目撃することはあるまいと渋々了承する。アパートに着いたのは仕事を終えた午後7時過ぎ。 J さんの部屋を確かめるなり首をかしげた。台所の小窓から漏れる明かりの中にバタバタ動く小さな人影らしきものが見える。ドアの前に立つと、室内からは金切り声が聞こえた。幼児が大騒ぎをしているのだろうか。でも独身だったよな。親戚の子でも来てるのかな。いぶかりつつチャイムを押すと、まもなく J さんがドアの隙間から顔を出した。おう、なかなか体調が戻らんでな。迷惑かけてすまんの。いつも通りの明るい口調とは対照的に顔色がひどく青白い。眼下は極端に落ちくぼんでおり、今にも目玉がこぼれ落ちそうに見えた。みんな心配してましたよ。早く元気に。お決まりのセリフを口にした矢先、J さんの背後を白い塊が走った。つい目で追う。何もいなかった。いるはずがなかった。後ろに見える居間は、天井までゴミ袋や段ボールでみっちり埋め尽くされている。テレビで目にするよりもはるかに壮絶なゴミ屋敷がそこにあった。いやー、本当、人が動けるスペースがないんですよ。まるで積み荷をぎっちりに詰めたコンテナみたいでした。ただ過剰に密集している積載物の一角に正方形のスペースがあった。ちょうど子供一人分ほどの、まるで切り取ったように綺麗な空間だった。え、あれって空き？ H 君が口を開くと同時に J さんが無言でドアを閉める。直後に再び奇声が聞こえ、彼は本能的に駆け出していた。だからその後のことは何も知らない。 J さんはその後一度も顔を見せぬまま、いつの間にか退職扱いとなったそうだ。逃げ切れなかったんですかね。 H 君によれば、現在働いてる宅配業でも妙な家は珍しくないのだという。般若心経をずっと流してる新興住宅とか、昼夜を問わずおばあさんが屋上から睨んでいる独身寮とか。でも荷物渡してハンコをもらえばおしまいですからね。そういう意味では引っ越し屋の何倍もマシですけど。なんたって空きがないんで。ほがらかに言うと、彼は午後の配達へ出かけていった。